ますますインフレが進む、うん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 、けれども給料上がらないんで、うん、化するなんて僕教科書の中の話だと思ってたら本当に怒りましたね、うんうん、まあ、これからますますそうなっていくので、ますます僕は嬉しくてたまらないんで、この岸田政権が新しい資本主義提言しておりますけれども、うん、単に当たり前のことを言ってるだけなので、はい、あまりにも古くて腰が抜けました。人間的想像力を欠いた人間たちが、うんうん、あの日本のいわゆる、ね、エンジニアリングのイノベーションになっている、うん、つまり絶望的、うん、はい、なるほどね。まあ、だからリーダーシップですよ。だからじゃあ、うん、そのスティーブ・ジョブズが、うん、じゃあアメリカにおいても、うん、じゃあ変人じゃなかったかっていうと、うん、もう大いに変人、うん、もちろんですね、大いに変人ですよ、うん、でもおかしなやつだからこそ、うん、あんなものができたし、うん、だって意外とみんなあれよく分かってないですけど、うん、あのそれまでも PDA っていうのありましたからね。ありました。あのね、僕は日本人の頭の悪さのね典型っていうのはスペックにこだわることだと思うんですよ。そうですね。でスティーブ・ジョブズで言えばね、うんうん、あの開発の当初日本のねスマホとかエリクソンのスマホとか、あのスマホじゃなかった携帯に比べてスペックがないと、はい、でこれなんとかしなきゃいけないんじゃないですかっていうのに対して、じゃあそのスペックは全て落とそうっていう決断するんですよね。でイーロン・マスク、あのテスラのね、うん、あるいはあのスペース X のイーロン・マスクですけど、うん、彼も非常によく似ていて、うん、その部品をどうするかっていう話をしている時に、うん、その部品いるのかって言うんですよね、うんうん、でそうやってどんどん落としていくんですよね、うんうん、スペックの話をしているんじゃなくて、うん、我々との、まあ、ヒューマンとそのものの間のインターフェースの話、うん、そこにつまりどういうアイディアが出てくるのかっていうところだよね、うん、でそこに日本人の洞察は全くない、うんうん、すごいいいなと思ったのは、僕がアップル製品を使い出したのって27、8年前なんですけど、うん、まあ、その時に、まあ、そういうのを扱ってる会社にいたので、うん、バイトしてたんで、うん、まあ、そこでボンと重い本、こんな分厚い本渡されて、うん、ヒューマンインターフェースガイドラインズって書いてある本があって、うん、こんな分厚いんですよ、うん、あのマッキントッシュ、MacOS 用のアプリを作る時のもうインターフェースのガイドラインが、 UI のガイドラインがすげえ事細かに書かれてて、当時から例えばアクセシビリティって考え方多分日本の家電メーカーになかったと思うんですけど、色覚異常者とかその目がなんか弱視の人とか聴覚がない人とかいろんな人がいるわけですけど、そういった人たちにも配慮した UI にしなければいけないみたいなこととかもすげえ細かく書かれてて、こんないるのって思ってたけど、今やそれがスタンダードですからね。そういうのってそれこそ先ほど言ったこう国民性というか開発それぞれが持ってるこう価値観の違いから、まあそういう開発においてもそういうことが出てくるのか、あるいはそういうリーダーシップとしてそういう人が一人上にいて、そういうのがバーッと伝わってるのか。実は同じことなんだよね。あのそういうリーダーシップを発揮する人間が上に立てるのはどういう条件かって考えてみると分かると思う。日本の場合はね、あの学問の世界でもそうだけど、要するに学会で認められている研究領域以外のことって絶対やらないんだよね、うん、なぜかっていうと予想不可能だから、うん、認められている研究をやるとどの程度論文を書いて、でどういう学会活動をするとどこまで、まあ、出世プロモーションできるのかってことを予想できるでしょ、うん、でもあのイノベーションっていうのは基本トライしても実りがあるかどうかは分からないからチャレンジングなんですね、うん、チャレンジングっていうのはつまり困難ってことだよ、うん、でも日本人はヘタレで浅ましいのでそれで引っ込むわけだよ、うん、さてそういう人間からリーダーシップを発揮できるやつって出てくると思うってことですよね、うんうん、今あのリーダーシップの話ありましたけれども、うん、あの岸田政権が新しい資本主義を、うん、あの提言しておりますけれども、まずこれは人々を幸せにするのでしょうかという大きな質問なんですが、いかがですかね。新しい資本主義って随分、ね、風呂敷が大きいけど、はい、ただ再配分しましょうと、で分配と成長の好循環とかっていう、はい、単に当たり前のことを言ってるだけなので、はい、あまりにも古くて腰が抜けました、はい、日本の経済が回らない理由は、うん、既得権益を動かせないので産業構造改革ができないから、うん、以上で終わりなんですよ、はい、で産業構造改革をするために何をすればいいかというと、はい、さっき申し上げたようにね、はい、労働市場の流動性は上げるんですよ、うん、典型的にはね、国際標準で正社員という地位を許さない、うん、その解雇を自由自在にさせるっていうことです、はい、でいやそしたら解雇されたら困るじゃないか、うん、そんなことはなくて、まあ、欧米の基本政策っていうのはね、だいたい2年間ないし1年間の、雇用保障っていうのをして、その雇用保障をしている間に
やはり公的な税金で訓練と教育の機会を提供するんですよね、うんうん、でそういうふうにするから産業構造改革が成功して、うんうん、あとエネルギーシフトもどんどん進んでいて、うんうんうん、でこのエネルギーシフト問題って大変でね、はい、各国の統計があるけど今再生可能エネルギーの基本って太陽光と風力だけど、その発電コストって化石燃料と原発のちょうど今半分なんですよね、うんうん、で再生可能エネルギーは技術的学習効果でこれからも下がっていくけど、うんうん、化石燃料はハードオイル化っていってね、これから採掘コストが上がっていくのでどんどん、ね、コストは上がるでしょ、うんうんうん、原発は皆さんの安全意識が高まっていくので、うんうん、ますます新設どころかね、メンテナンスにおいてもコストが上がっていくんですよね、はい、そうすると、まあ、今日本が置かれている状況ってね、経済が相当落ちているんだけど、将来にわたってもね、エネルギーを使うたびに各国に比べると高い年貢を納めるような感じになるんだよね。それをなんとかするっていうのが新しい資本主義じゃなくてダメな日本をなんとかするなんですよ。だからそういう問題意識がない点で全く無駄ですね。あともう一つ日本のね、これからの、南極っていうことで言うとね、ESG 投資って分かります、うん、その環境ソサイエティ、うん、ガバナンス投資ということでね、うん、基本地球環境の保全に努力していたような例えばサプライチェーンは全て切りますっていうね、うん、こういう宣言例えばアップルとかね、はい、GAFA の一部から始まっていて、うん、これはそのうちああいう企業にとってはブランディングの要になるので、うん、そうすると化石燃料を使って何かを作っている国からは一切中間製品は買いませんというふうになっていく可能性もあるんですね、うん、これもとても僕は面白いと思いますね、うんうん、だからそのエネルギーをね、うん、結構輸入に頼ってるんで、うん、ますますインフレが進む、うんうん、けれども給料上がらないんで、うん、スタグフレーション化するっていう、うん、スタグフレーションなんて僕教科書の中の話だと思ってたら本当に起こりましたね、うんうんうん、まあ、これからますますそうなっていくので、ますます僕は嬉しくてたまらないんで、その立場を加速主義って言ってるんですけれどね、はいはい、まあ、単純なことで、うん、日本って既得権益にすがるっていう意味でね、非常に特殊な国なんですよ、うん、既得権益が残っている限りはね、既得権益にみんなへばりついて見にくい争いを始めるわけです、うん、で僕のゼミからね、町づくり町おこし協力隊で全国に知ってるやつらもいるんだけど、うん、日本はね、実は田舎に行くほど地方に行くほど地獄、うん、でそれは残されたちょびっとの既得権益をめぐってみんなへばりつくので、うん、一切 の制度的なイノベーションもできない状況になる。しかし他方でね、例えば、うん、沖ノ島の家なんだ海士町とかね、はい、瀬戸内海兵庫県の家島のように、はい、既得権益が完全になくなるぐらい限界集落化すると、うん、そこに旅芸人的にコミュニティデザイナーが入っていて、はい、基本、何をベースに外貨を稼ぐのかっていうことで、うん、共同体自治を行うことで空洞化していた人間関係、うん、共同性も戻るっていうね、うんうん、で実はヨーロッパでは、うん、再生可能エネルギー問題っていうのはエネルギーシフトだけの問題じゃなくて、もともと例えば87年から始まったね、うん、スローフード運動っていうのは、うん、経済と社会、まあさっきの話、経済指標と社会指標を完全に結びつけるという試みだし、この20年のエネルギーシフト、まあ、エネルギーの共同体自治の動きも全くそういうものなんですよね。だからすごく分かりやすいことを言うと、売れるから有機野菜を使ってブランディングするとか、法律が規制するから有害なものを使わないとかじゃなくて、仲間のために作ってるからいいものを作るし、そういう努力してるからちょっと高くても買いますっていうね、ある種の感情の働きと資本主義を結びつけるっていう動きで、エネルギーシフトに関わる共同体自治も全部そういうことでね、僕あるような誰でもいい堀江さんのようなエリートがこれが一番いいんだって説得して、うん、その何かをそのインプリメンテーションしたとして、うん、実装したとして、うん、それがうまくいかなかったら、うん、堀江さんのせいになるじゃん、うん、僕のせいになるじゃん、うん、そうじゃなくて今の新しいリーダーシップっていうのは、うん、ファシリテーションの能力で、うん、基本それによって同じ風力発電と風力タービンを建てるにしてもね、うん、俺たちがいろいろ考えて作った、うん、だから問題があればそれ俺たちが問題だから、つまり多席化できないっていうことで自分たちで引き受けていろんな修正をしていくっていうね、そうするとそのプロセスでまた共同体自治でみんな仲良くなっていくっていうね、でこれ仲良くするかどうかなれるかどうかっていうのをコントロールするのがファシリテーターの役割っていうね、まあ、それが今ヨーロッパでは標準で、日本には
そういう人はいないし、ほとんどいないしね。大きな既得権益じゃなくて、もう小さな共同体でそれに共感していくとこからっていう。そうです。の僕はね、気候変動問題が鍵になると思っていましてね、うん、もうすぐチョムスキーとポーリン の、 気候変動とグリーンニューディールって本が出るので、これものすごい統計が満載の本なのでね、すごく参考になるんだと思うんだけど、まず気候変動会議論がデータで完全に反駁できる。しかしデータで反駁できるのはそれだけじゃなくてね、例えば炭素税主義っていうのは経済学者のほとんどがこれなんですよ。政治的な規制じゃなくて炭素税でやろう、炭素税をどんなにやっても CO2 の削減には全く、焼け石に水だってこともデータで証明される。どうですか？今買ってるよ。これ